僕はホテル、あの遠征の時とかホテルチェックインしたらすぐにその試合でやることとか自分の目標を書くんですよ。何に？すぐ紙に。あのホテルのあの川のあのパコってやるやつあるじゃないですか。まあホテルにもよるけどね。川のポコってやるやつもあるホテルもある。でそのホテルの紙にもうボールペンでガーって目標を書いて、もう自分の一番見えるところにバンと置いておく。もうホテルに着いたらもうすぐ性格の、はい、自分の演技で毎日見て自分を奮い立たせる。で海外遠征の時はいいんですけど、日本の遠征の時掃除のおばちゃんとか見に来るじゃないですか。入るじゃないですか。それ恥ずかしいからそれをきれいに畳んで、またパカッてやつの中にあるそのセットのあの革のやつね、はい、封筒に入れて枕元に置いとくんです。日本のホテルだと見られちゃって恥ずかしいから。いやでもそんな変なこと書いてないやろ。目標ですけど。目標やろ。いやスピンを成功さすとか。そうです。あと優勝とか。掃除のおばちゃんはその僕の目標知ってるんで、あ達成できなかったのねとか後で思われたりするの嫌だから。絶対思わない。あの子は結構大口叩いてるわけにできなかったのね。そんな